背中と肩甲骨周りをほぐすヨガをご紹介します。背中や肩甲骨周りを動かしていきます。呼吸ができる範囲で選びながら行っていきましょう。胸の前で指を絡めます。手のひらを胸の方に引き寄せ、背筋を伸ばしましょう。吐いて腰背中を丸くして、目線をお腹の方に落とします。大きなボールを抱えているようなイメージで背面を伸ばしましょう。もう一度吸って戻します。胸を開いて吐いて、みぞおちへそが中に入ります。ラストです。吸って戻して、吐いて背中を広く使います。手のひらを外側に返しましょう。吸いながら上に伸びて心地よく伸びます。吐く息でゆっくりほどきましょう。両腕を肩の高さに上げ、右腕を上にクロスします。このままご自身を抱きしめるように手のひらそーっと添えていきましょう。肘と肘を合わせて手の甲を合わせます。さらに深めたい方は絡めましょう。肩の力を抜いて、吸う息が来たら肘を肩の高さに上げ、目線を指先です。肩と耳たぶを遠ざけて首を長く保ちましょう。吐く息が来たらそーっと手をほどいて解放します。リラックスして反対側です。手を肩の高さに上げ、左腕をクロスです。ご自身を抱きしめてから肘と肘を合わせ、手の甲を合わせます。深められる方はさらに絡めていきましょう。吸う息で肘を肩の高さに上げ、目線を指先です。背骨を長く保ち、胸の真ん中を優しく開くイメージです。次の吐く息でそーっと手をほどいて解放しましょう。リラックスです。右手の手の甲を背中に当てましょう。左手を上げ、背中で指を絡めます。もし届きにくい方はタオルやハンカチなどを用意してサポートしましょう。準備ができたら吸う息で肘を天井の方に向け、胸を開き、目線を斜め上に上げます。ゆっくり呼吸を味わいながら背中に入っている心地いい刺激を感じましょう。吐く息が来たら手をほどいて一度解放してリラックスしましょう。反対側です。左手の手の甲を背中に当て、右手を上げましょう。背中で指を絡めます。吸う息で肘を天井の方に引き上げ、背を伸ばして胸を開きます。背骨の中央に呼吸が流れるイメージでゆっくり呼吸です。次の吐く息が来たら手をほどきましょう。刺激吐いていたものを全部緩めて解放。